今のびちゃんが屋上に走ってたんで、どんな様子か見に行きましょう。いたいた、のびちゃん。なんか口をペロペロしてますね。みーちゃん、今日は天気が良くて屋上があったかいですね。日が差して。よいしょ。どうした？口になんか気持ち悪いのかな？なんかぬるぬるしてる感じかな。うん？何？うん？足元にまつわりついてきてるな。みーちゃん、どうした？この影が、猫本体と猫の影がアートしてる。みーちゃん、どうした？ん？お腹空いてんの？泣いて。もうなんか顔も態度もすっかりおじさんっぽくなっちゃったね。のびちゃん、うん、よいしょ。じゃあおいで、みーちゃん。これみーちゃん、いくよ。みーちゃん来ない。今日の朝顔ですね。今日11月1日、もう朝晩はかなり寒くなりました。もうすっかりですね、朝顔も枯れてしまって、花はもうほとんど咲かないですね。これはもう少し葉っぱの緑がなくなったら、このネットと一緒にですね、店じまいですね。今月中には店じまいしよう。ちょっとまだ種がいくつかあって、種を取りたいですね。種が熟してない感じですね。今日は本当にいい天気で、見てください、この太陽眩しい。静香ちゃん、手前静香ちゃんです。後ろのびちゃんです。あくびしてます。さっきまで寝てました。お腹空いたんじゃないですかね。ここで待ってるんだね。のびちゃん、静香ちゃん、うん、静香ちゃん、ちょっと顔がボケてますね。後ろに焦点があっちゃうな。うん、これ静香ちゃんですね。耳がイカ耳になって、これのびちゃんですね。顔洗ってるな。この狭いキッチンで、うん？2匹で顔寄せ合って、何してんの？舐めて。喧嘩始まっちゃった。ダメよ、喧嘩しちゃ。
ね、喧嘩しないでね。はい、おしまいです。のびちゃんとしずかちゃんが両方私のパソコンデスクに来ちゃいました。私は今この麻雀のゲームと碁のゲームを見ながらですね、いるんですけども、この2匹お腹空いてるみたいですね。そうでなきゃ私のところには来ませんから。今私は麻雀をですね実際に打ってます。対人戦ですね。なかなか難しいですね、麻雀で勝つっていうのは。人間がやってますんで、なかなか簡単には勝たせてはくれないですね、しずかちゃん。ねえ。こっちはですね、碁の方はですね、ドギツネですね。絶芸と、絶芸の対局を見てますね。かなり細かいですね。1目とか2目勝負の碁ですね。まあでも多分絶芸が勝ちますね、これは。こちらのびちゃんですね。のびちゃん、今麻雀の方は私があれですね、かなり苦しい戦いを強いられてますね。まあでも一応トップ3万4000点ありますんでなってますけど、これはもうなんか上がれそうにないですね。振らないようにですね、もう最後なんで安全に行きたいと思ってるんですけど、これ一応ポンしていきましょうか。一応テンパイ形にはなりましたね。ねえ、静香ちゃん。どうだ、危ねえか。おお、よかった。保留玉になった。もう天敗賞入ってくる。オーラスだって。一応トップ目ですね。なんかいい手が来てますね、これは。チュンを鳴けば割と早めに上がれるのかな。しずかちゃん何上見てんの？静香ちゃん、そのお行儀のいいこと。あ、これはもういいピンリャンピン嫌っていくかね。え、アンパイをいっぱい集めとこうね。アンパイをリーチかけられてもいいように。チューンは鳴かないですね。2回目出たら泣くかもしれないですけどね、今の時点ではまだ泣かないですね。今度は泣いちゃおうかな、出たらね。じゃあ、こういうワンいらないな。もっと近づけましょうか。ああ、3ピン来ちゃった。手を広げてますと後で苦しくなんだよな、どうしても。誰が泣くか。うわ、噛んだって親が。
やべえな、親が勘か。ちょっとチーするか。ウーパーピンでテンパりましたけど、危ない牌引いてきたら降りるしかないですね。難を切って。お、親は上がった。うわ、これは高い。ああ、お、終わった。おめでとうございます。やりました。まだまだ、でも先は長いな。だってひろかちゃん、俺の上に乗ってきた。なくていいよ。